皆さん、こんにちは。ひろみさんの奥さんとしてや、伊代はまだ、のフレーズで知られる松本伊代さんが、番組狼少年のクイズのコーナーの罰ゲームで落とし穴に落とされ、腰椎の圧迫骨折という重傷を負い、世間を騒がせています。今回は松本伊代さんの現在の病状と合わせて、なぜこのような事故が起こったのかご紹介します。松本伊代さんの現在の病状について報道ではこのように話されていました。松本伊代さんが TBS 系のバラエティ番組狼少年に出演、クイズコーナーで不正解となったため落とし穴に落とされ、腰椎を圧迫骨折する重傷を負いました。しばらく立つこともできない状態で、現在は入院中とのことです。松本伊代さんは深さ 2.7 メートルの穴に落下したそうです。しかし穴にはクッション用にウレタンを引き詰めていたようです。番組関係者は怪我をされたことに対し、松本伊代さんをはじめ関係者の皆様にお詫び申し上げますと謝罪。また事故の経緯についてこのように説明されていました。この企画は過去に2回行っており、今回も事前にシミュレーションを繰り返し、着地する場所にはウレタンを大量に敷き詰め、衝撃を吸収するなど安全対策に努めておりましたが、このような結果となり大変申し訳なく思っております。今後同様のことが起こらないよう、番組制作に際しての安全管理をさらに徹底してまいりますとのこと。芸能関係者の方はこの説明に対して、繰り返し行ったというシミュレーションですが、実験台はおそらく AD、 そうなると20代、年齢が言っていたとしても30代でしょう。そのような若者と57歳の女性を同じように考えるべきではないですよねと話しました。腰椎圧迫骨折とはどのような骨折なのでしょうか。 TBS によると全治は3ヶ月と発表されています。医者の方ははっきりと元通りにはなりませんよと言っているそうです。腰の骨、腰椎というのは横から見ると丸い缶詰のような形の部位と突起で形成されています。それが積み木のように5個連なっている。そしてバラバラにならないようにお互いが靭帯で結ばれています。腰椎と腰椎の間には椎間板というクッションがあります。これによって人間は柔軟に体を回転させたり曲げたりできるわけです。人間の体は一番上に重い頭があり、次に首の骨、胸部分の骨である胸椎、そして腰椎で支えられています。例えば骨の弱い人が転んで尻餅をつくと、重力で上下から圧迫されて骨が潰れてしまう。これが圧迫骨折となります。潰れやすいのは腰椎の缶詰のような部分、椎体と言いますが、このお腹側が潰れやすい。靭帯や神経は背中側を走っていますが、重症な圧迫骨折ですとそこまで影響を及ぼします。神経まで圧迫されると手足が動かなくなったり、激しい痛みが出て手術する必要が出てきます。また今回松本伊代さんが骨折してしまった原因については、もちろん若い人でも何らかの衝撃を与えられたら圧迫骨折に至る可能性はありますが、圧迫骨折に至りやすい要因として一番考えられるのは骨粗鬆症です。圧迫骨折となった人のレントゲン写真を見るとよくわかるのですが、骨のカルシウムが抜けてスカスカの状態となっていることが多い。骨粗鬆症が進んでしまっている人は、椅子にドスンと腰をかけただけで骨が潰れたりします。潰れてしまった骨は基本的には元に戻りません。元の缶詰のような形になることはないということです。手足などの骨折はギブスを巻いて時間が経てば自然につながって元に戻りますが、腰の骨は潰れたら元には戻りません。潰れた骨は戻らないので完治はしません。ただ元には戻りませんが、潰れた骨はしばらく経つと潰れたままそれなりに固まってきます。大切なのは最初の1、2週間の安静。この間に無理をすると接着しようとしている骨がまたボロボロになってしまいます。そのため2週間くらいは安静が重要です。その後潰れてしまった骨がさらにずれないように、腰の周りを硬いコルセットでしっかりと固定してリハビリとなります。それがだいたい2から3ヶ月程度になります。発表の通り一般的に3ヶ月かかるのは間違いないようです。しかし医者の方は続けて、
腰椎を横から見た時に缶詰部分がぺしゃんこに潰れてしまったようなケースは神経を圧迫し麻痺が起こることもあります。そこまでの状態になるかどうかは怪我の要因、年齢、骨粗しょう症の進行具合などで変わります。では年齢以外に圧迫骨折に至りやすい人はいるのでしょうか。人間の体は骨や関節だけで支えられているのではなく、骨がバラバラにならないように人体が間をつなぐように存在し、その周りを筋肉が守っています。そのため筋肉が弱い人も骨折を起こしやすいと言えます。松本伊代さんは昨年にも自宅でストレッチをした際にも圧迫骨折していたことがありました。この時骨折したのは胸椎、腰椎の上に並んでいる胸部の骨だったそうです。特に女性の場合は閉経後、更年期以降、女性ホルモンが減ることで骨粗しょう症が進行しやすい。そのため骨折が非常に起こりやすくなります。圧迫骨折に限りませんが、タレントが番組収録で骨折してしまうというケースはあまりに多くあります。松本伊代さんの他にゆうちゃみさんやロッチの中岡総一さん、ジェラードンのアタック西本さん、武田正治さんと今年に入って明らかにされているだけで5件もあります。もちろん各番組でスタッフらによる安全確認を行っているとは思いますが、さすがに多すぎる数字と言えると思われます。元に戻らない、そんな状態である松本伊代さんですが、ひろみさんが献身的な看病している姿が想像できますね。早く回復し元気な姿を見せてほしいです。また過去には松本伊代さんがひろみさんを看病し熱愛が発覚したといったエピソードがあったのでご紹介します。2人が出会ったのは1986年に放送されていた深夜番組オールナイト富士でした。松本伊代さんは1984年から同番組の MC を務めており、ひろみさんが当時所属していたお笑いトリオの B21 スペシャルとの共演により初めて出会っています。新人芸人だったひろみさんは緊張のしすぎで挨拶などしっかりできなかったといいますが、松本伊代さんはそんなひろみさんを見てかっこいいと思ったようで、そんなひろみさんをゴルフに誘ったといいます。その際に電話番号を交換したものの、一向にひろみさんからは連絡が来なかったそうです。奥手なのかなとひろみさんに対して思い、松本伊代さんは積極的にアピールしたといいます。この当時のことをひろみさんは、当時すでにスーパーアイドルとして活躍していた松本伊代さんと恋仲になるなんてことは考えられなかったと語っていたといいます。それが功を奏したのかは定かではありませんが、ひろみさんも松本伊代さんが気になるようになり、意を決して松本伊代さんの実家に電話して、おいしいメロンジュースを作るから来ないと自宅に誘って初のキスに成功したといいます。そこから2人の秘密の交際が始まったわけですが、交際から1年後の1999年にひろみさんがバラエティ番組で大やけどを負った際に、必死に看病をしていた松本伊代さんの写真が撮られて2人の交際が発覚してしまいます。そのことで記者会見を開くこととなったのですが、その当時ひろみさんは松本伊代さんのことを友達だと答えています。とはいえ2人の様子を見た周囲は確実に交際していると察知していたといいます。そうしたことでひろみさんはからかわれることを避けたいと思い切って結婚を決意しました。そして1993年に2人は結婚されます。結婚された後は一般的には距離が開くようになったり心が離れていくなんて聞くことがありますが、ひろみさんは結婚後も結婚した時よりも今の方が好き、一緒にお風呂に入っている、週に1回は朝食デートと仲のいいエピソードを披露しています。また松本伊代さんは家事が大の苦手ということがあり、そこについてはママは生きてくれればいい、家事はどうでもいいと発言しています。ただ一度だけその家事で離婚しそうになったという話があります。それがどういうことかというと、松本伊代さんは昔から天然だというエピソードがたくさん出てきていました。それこそ発達障害や知的障害なのではないかと言われるくらいに、説明書にある漢字が読めなかったらそこで読むことをやめてしまうことや、ゴミの分別ができないことや、戸棚が開けっぱなしで
物が片付けられないということなど、さまざまなものがあり、大丈夫なのかと言われていました。実際にそうした報道がないということは、おそらく発達障害などではないとは思われます。そうした家庭内での天然ぶりについてひろみさんは、家でもよく言ってることなんですが、彼女に対しては余計なことをやらなくても生きてりゃいいよという気持ちでいるんです。全く別の性格だからぶつかることもほとんどありませんしね。とはいえ全くイラつかないかと言ったらそうではなくて、もうちょい部屋片付けたらとか思ったりすることもありますが、でもそんなのはもう慣れっこで、そこで揉めることはないです、と割り切ったような話し方をされていました。それでこその松本伊代さんと思っているのでしょう。他にも仕事でのエピソードがあり、1984年放送の深夜番組オールナイト富士での出来事で、松本伊代さんは次女である伊代の女子大生モテ講座を宣伝したのですが、その宣伝の時に松本伊代さんは、私も今日初めてこれを見たんで私も読んでないと発言して、ゴーストライターが書いたことがあっけなくバレてしまいました。この出来事から36年が経った2020年放送の有吉大反省会に出演した際に、 MC の有吉弘行さんから、全く書いていないんですねと聞かれると、そうです、未だに内容がよく分かってませんと元気よく明かしています。あとは子育ても天然が発揮されているようで、2人にはお子さんが2人おり、そのお子さんたちがまだ小さかった時に壁に落書きをしていたそうです。よくある子育ての悩みの一つだと思います。その時に松本伊代さんは息子たちを叱り、もうやらないようにと、ここに書いちゃダメと、その文言を壁に描いたといいます。なんだか意味があるのかないのかわからないことになりました。それらが笑い話になっているのは、ひろみさんがそれをカバーしたり面白く受け止めているということがあるそうです。ですが本題に戻りますが、その天然のせいで松本伊代さんとひろみさんは離婚しそうになったといいます。それが打ち明けられたのは2020年6月放送の沢子の朝という番組でした。とある日に松本伊代さんは家でステーキを焼いたといいます。その際に塩の入れ物に砂糖を入れてしまったそうで、それをひろみさんは知らないので塩だと思って振りかけて、味が変じゃないと言いつつ食べたといいます。そこで松本伊代さんは事情を思い出して、そうだパパごめんね、それ砂糖だとひろみさんに伝えたといいます。その時にひろみさんは静かにナイフとフォークを置いて、もうママと生きていく自信がないと言ったといいます。それ以来松本伊代さんがひろみさんに謝っても一切口を聞かなかったといいます。とはいえ食事を作ると食べてくれていたそうで、それがなければこれで食べててくれなかったら本当に本格的だな、本当に離婚届かなと思ったと話しており、阿川佐和子さんが離婚の覚悟もしていたと尋ねると、松本伊代さんはちょっと真剣味を帯びた雰囲気だったと語ったといいます。そのことが原因で起きたひろみさんの無視は2ヶ月ほど続いたようです。とはいえ松本伊代さんが何度も話しかけ続けたことにより、二人の関係は元に戻って今でも仲良し夫婦だそうです。いかがだったでしょうか。今回は松本伊代さんの現在の病状やひろみさんとの出会いやエピソードについてご紹介しました。早く怪我を治して元気な笑顔をまたテレビで見れる日を期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。